はい、こんにちは、マリモです。前回の撮影から1ヶ月が経ちました。東方人形劇って1回ハマるとやるんですが、1回飽きると1ヶ月後にやる。これ定着してます。まあね、前回の続きからやっていこうかな。前回フリーズしたんですよね、確かここで。だからまだ創作の途中のはずですね。では早速やっていきましょう。ラブラスをもらうって書いてあるんですが、そのラブラスってのがどこにあるのか、まあワープしていきましょうかね。ラブラス、左、ラブラス、どうやればロケット団にはこれバレるしかないよね。こらこら待て、進んではいかんというのに。はい、勝負ですね。久しぶりの勝負となります。これってさ、思ったんですけど、東方何までのキャラクターがいるのかなって少し疑問に思ったんですよ。で、この動画はスーパーマリオランの後に撮影してる動画なんですが、スーパーマリオランで結構いろいろ言ってましたよね。まあ、そのまあキャラクターが今まあハマってて、ハマってるんですよ。で、そのキャラクターはまあ一応精霊戦のキャラなんで、あれ会えるかどうかがわからないんですよね。ダメだな。どうしよう。しょうがない。神通力って使ってみるかも。見ろ、犬がゴミのようだ。まずあれ犬？まずあれ犬か。まずあれ犬かっていうさ、疑問が湧くね。こいつには神通力が一番さ。はい、オッケーです。神通力が一番。これね、テストに出すからね。神通力が一番。バグってるなよ、レイムが。レイムがバグってるぜ。相手のディーモミじゃ倒れた。ハクレイは800。リーグル、虫ですね。虫もゴミのようだ。戦う。PWJ ニードルでしょ。虫なんて所詮これでいいんだよ。オッケーです。やりました。レベルって何個まで上がるんだ？レベル100といっちゃうんじゃねえのもう。結構早いじゃん、レベル上がるの。このゲームなんか。あ、カードキーでロックを外した。おう、マリモか？また会った。誰こいつ？待って。俺は今、シルフの社長と仕事の話をしてんだ。大人の世界に口を離さないでもらいたい。どうしても。誰？これ誰？皆さん、これ誰？誰？榊？榊？うわ、気味悪い。マジかよ、気味悪い。じゃあね、この人もちゃちゃっと倒していきましょう。こっちには神通力効くよ。マジか。おー、やだ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 、怖い怖い怖い。なんかあの時代思い出す。あの墓地タワーの墓地タワー登ってたさ、あの時代思い出すわ。嫌だったな、あの時代は。なんか長いな、相手やること。かまいたちでいくかな。かまいたちが強いんじゃない？これには。ちょっと残ったね。やば。PWJ ニードルが一番強かった。落ちかもこれ。まあいいわ。相手のディールミは倒れた。オッケー。隠れば130の経験値をもらった。ロケットダンボス。シャカティはいいスイカ。いいスイカだ。そう、スイカバー食べたことないな。スイカバーを食べたことがない。あれ、鬼は強いよな。確か攻撃効かないよな、あまり。ほら。鬼って何つくんだ。うわ、痛そう。
痛そうだ。うわうわ、痛い、結構痛いよ。やっぱ戦うかまいたち、あれアイテムあったっけ、覚えてないもんな、アイテム買ったことすら。オッケー、すげえいい音すんね。お、レベルアップしましたよ。レベル57になりました。オッケーです。ロケットダメ、チェーンチェーン、ごめんなさい、すみません、いきなり猫パンチ猫パンチする気満々ですね。でも服装はそうだな、かまいたちでしょ。なんだこれは、なんだ、何があった、まさか知らないよな。全然大丈夫、全然大丈夫だ。オッケーです、やりました。モミジですね、またワンちゃんですね。このテストに出るあれ覚えてるか、ちゃんとテストに出すやつ覚えてるか。犬にはなんだ、神通力だ、そうだ、神通力が正解だ。神通力しかこいつには効かない。ええじゃあもう一回神通力をやるんだ。そういう失敗をしたときは神通力をやる。これもテストに出すからな。オッケーか、オッケーだな、オッケーだ。よし、サカキ倒した。オッケーっしょ。ハグ、この俺が負けるなんて。ハグってなんだ、ハグってなんだ。くそ、しょうがない。しょうがない。シルフはひとまず諦めよう。しかし、我がロケット団、こっち我がロケット団のリーダーなんだよ。あ、それ、ボスって書いてあった。存在するの。ロケット団って何なんだロケット団とは何なんだ。で、どうしよう。マスターボール、社長。ん？社長、あれか？お前誰？秘書？秘書か正解ですね。この度は助けていただいてありがとうございます。社長ともども感謝の気持ちでいっぱいです。社長。おう少年よ、助けてくれてありがとう。私、ピンチを救ってくれた君のこと、この先決して忘れないだろう。ロケット団タワーじゃなかったんだね、ここおう、そうだ、お礼を差し上げなくては。私は太っ腹であるからして。ほーれ、こんなもんではいかがか。マリモは社長からマスターボールを手に入れた。マリモは龍神玉をボールポケットにしまった。それはどこかどこで買うこともできない秘密の作品、マスターボール。投げれば必ず人形を捕まえられる。こっそりと使ってみてくれたまえ。あざっす。社長、愛してるぞ。よし、じゃあ降りよう。こんな変なタワー、こんな物騒な、いや待てよ、倒したってことはもうあいつらいねんじゃねいねんじゃね、もういないよな、絶対いねえよな。3階か、もう覚えてねえもんな、この辺この辺覚えてねえから。よし、じゃあね、ロケット団がもう一人もいないね、やっぱボス倒したから。よし、じゃあエレベーターで、まあこんな、このシルフカンパニーは去りましょうね。いいね、ピンポン、いい音だ。ここよく見たらまさかハートになっている。あ、それはなかった、それはなかった。あれ、出口どこ、出口はどこだ。あった、ここか。よし、ではね、今回はここで終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回も見てください。では、さよなら。